今日ありがとうございます。明日財務金融委員会で、関税定率法等の一部を改正する法律案について質問いたします。でその中で、財政運営規律ということで財務大臣に質問をいたします。大きく分けて3つです。防衛省の関係者がオスプレイについてはですね、飛行を再開するとペンタゴンが判断したようですけど、拒否権がないということを言ったと。で財務省はこういうオスプレイ導入の予算査定をし、それから空港、佐賀空港ですね、オスプレイ基地にすると言ってるけど、そんなもう墜落をしてですね、原因究明がはっきりしないものをですね、の飛ばすことの拒否権すらないと。そんなところに予算つけていいのかというのが1点。それから2点目は、トマホークですね。で、この間防衛省の幹部の皆さんとやり取りをしましたんで、トマホークについては最大400発で、ブロック5を買うということで予算査定をしていたんではないのかと。でそれがなぜ最大400発でブロック5、ブロック4、200発ずつに突如としてなったということは、これは減額補正するのかと。そして、アメリカの方といろいろやって、事情をですね聞いてみると、これはもう、まあ、日本だけじゃなくて世界も、まあ、これ防衛大臣も言ってるんじゃないですかね、トマホークはあくまでつなぎだと、極超音速ミサイルに行くまでのですね。でもいりますかね。でトマホークはアメリカの会社ですよね。でその会社はブロック5ではなくて、もう極超音速ミサイルに開発の主眼が移ってんじゃないかと。それはそうだと思いますね、合理的に考えれば。マッハ10とかマッハ27に対抗するためにはこっちも速さが必要ですよね。でなぜそのブロック4を入れるのかと。ブロック5のラインって動いてんですかと。あるいはブロック4のラインってあるんですかと。つまり今配備してるのをですね、日本に譲ってくださったのか、そこはどう確認してますかと。でなんでそれが5億もするんですかと。これが2番目の大きな、これ財務省に聞くやつですね。防衛省でなんか補足の質問あれがあれば、副大臣が手を挙げて当たればですね、政府員もいいですよ。ただ条件がある。それは勝手に手を挙げないこと。僕が政府員でいいですよって言わない限り。でこの間外務省の人がそれ破ったんで退場させました。でそんなね、恥をかかしたくないから、局長にね、もうあれほどなんかもう頼み込むから、副大臣で答えられない、大臣で答えられないのはいいから、でじゃあ念のためいいですよって言ってたのにもかかわらず、冒頭手を挙げてはいっつって質問を邪魔したからですね、それは躊躇なく退場させますし、議事を止めますよ。それははっきり警告しておきます。まあ防衛省は今までそういうのあんまりないから信頼してますんで、その条件で政務委員はご出席 OK です。基本副大臣で。3番目のは、この間これも今回法律をお出しになってですね、なるっていうかな、これですね、いわゆる長期にわたって、契約をすると、その債務負担行為なのか何なのかわからないけども、コストが安くなると。で防衛装備品の整備の仕方って、一個が自前ですね。シナ代議士に資料を出していただいてありがとうございました。自前、5つのうちの1つが自前かな。で2つが何だ、
ライセンスで、2つがフォーリンミリタリーセールスかな、 あるいは、一般の輸入という4つありますよね。自国で作るやつと、それからライセンス生産と、それから輸入とフォーリンミリタリーセールスで、ところが出していただいたものについては全部その一社応札っていうか、まあ一社しか作ってないんですよね。ということはどんだけ、コストが低減になったかっていうのは自前で、まあ鉛筆なめなめをかけますねということを言ったら、いや違いますと、これ皆さんがこれですね、原価計算方式における、計算項目、計算要素の概要ということでですね、例えば加工費、加工比率、製造原価、直接経費、それからまあライセンスの場合はライセンス料とかがあるわけですね。ところがこの比率がないんですよ。つまり これ皆さんの資料です。まあライセンス比率を直接出せとは言わないけど、アメリカはよくこういうのね、解除してきますよね。今の装備品ってもう皆さんにこんなこと言うのはあれだけど、知的財産の部分が非常に高いじゃないですか。ものの、その材料費よりもそれを作った開発費の方がはるかに高いということは、ライセンス料がどれぐらいの割合かによってですね、部品の占める割合がそれは高ければ長期に契約した方がコストは削減になるだろうけど、長期契約っていうのはこの財政の方から言うと財政の硬直化につながりかねないわけですよ。いや、こんなに日進月歩でどん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 新しい装備品が出てるときに、古いのを10年計画とかで求めたところでですね、でこの先が欲しいんです。つまりライセンス率が何割かと、これこの間上の方々が説明に来られたときに言ってますんで、まあ出せないものはしょうがないです。だけど出せないときにアメリカの画法とかでポロッと書いてあったりするんですよね。向こうはこんなに世界にライセンス料ねやってちゃんと国民に還元してますよって言うから、その辺のこの3つを財務大臣に聞きます。でことは防衛省のことなんで、補足の答弁を副大臣に求めますんで、よろしくお願いします。以上です。よいしょ。ちょっと待ってください。止めますから。